にちは、こんばんは。高文構想ファーストチャンネルへようこそ。ご覧いただいているのは2018年の作品、私が私であるためにという作品の制作過程メイキングなんですけれども、2018年にすでにメイキング動画をお届けしております。 F20 号という割と大きめの作品なので、とても長い時間をかかって完成した作品なんですけれども、2018年当時はもうギュッと10分ほどにいろいろなところを大幅カットしたショートバージョンをお届けしたんですけれども、最近この作品に関してのお問い合わせがすごく多いんですね。ありがとうございます。作品のコンセプトに関するお問い合わせ、そしてこの作品欲しいんですけどっていうお問い合わせとか、もっとメイキングを長く見てみたいんですけどというありがたいお問い合わせとかメッセージをたくさんいただいているので、ちょっとロングバージョンを作っておこうと思って、そしてロングバージョンを作るんだったらちょっといらないって言われるかもしれないんですけれども、ちょっと解説というか雑談というか裏話付きでお届けしたいと思います。もう見たよっていう方も、まだこのメイキング見てなかったっていう方も、よろしければ最後までご覧ください。画面は下書きの段階でほぼ陰影をデッサンのように入れて、下地に取り掛かる前にちょこっと陰影を入れてるという、なんかめんどくさいことをしてると思ったら、これが下地です。目止めというか、にじみ止めというか、絵の具の定着を良くするための下処理をして、そしてその下処理をしてる時に鉛筆の線がもうほぼ消えてしまったので、ここでまた書き足して、そして陰影をつけてるというような、非常にめんどくさい、2度でも3度でも4度でも5度でも6度でも7度でも8度でも9度でもというようなめんどくさい工程なんですけれども、私にはちょっと意味があるようなないような、そんな感じの工程です。こんな余計なことをしていると思ったら、次は龍の登場でございます。2018年ということは今よりも随分お若い龍ですけれども、毛はバサバサでございます。もう最近はね、そのフロアで寝てしまったらそこでずっと寝てる感じなんですけれども、この頃は私が移動をするとついてくるというか、なんか置いてかれるのが嫌で、もうどこに行くのもついてきてる時期だったんですね。もう最近ではアトリエでは一人で作業すること多いんですけれども、この時は常に龍が私の傍らにいたような、そんな感じでございます。それから作品は背景の色を塗っているところです。カメラのスイッチを押すのが遅かったのか、もうすでに全体に色が行き渡っているような、そんな感じなんですけれども、オペラというピンク系の色とオレンジ系とか、もう本当にパール系も混ざってるし、いろいろな赤系とかマゼンタとかオレンジ系とか、いろいろ混ぜ合わせて薄く薄く何層も塗った上に、これはウレタンというかスポンジというか、セリアで買った星型のシールを貼っております。もうこの背景でも可愛いなと思ったんですね。なんかカラフルで、もうこのままにしたいなって思ったくらい、なんか面白い背景ができたんですけれども、多分このシールは顔料ではなく染料で色をつけてあるので、このまま使うと紫外線で退色する可能性があるので、お迎えされた先で色が剥げたりしてトラブルになっても困るので、今回は白抜きのためにマスキングとして使います。ご覧のようなスパッタリングというしぶきを落とします。そしてしぶきを落としたらシールを剥がして白抜き加工になります。ちょっとポップアートの要素も入れたかったんですけれども、現代社会の大量生産や大量消費、反復することで情報が多すぎて錯綜するこの世の中を何か表現したいなと思って、この方法を選びました。このシールを使って上から絵の具をかぶせてしまえば問題なく使えるような、そんなシールで、私も何枚かはレリーフのような作品を作ったことがあるんですけれども、今回はもったいないですけれども白抜きのためにこのシールを使いました。そしてで、ここホワイトの下塗りです。ここから人物に取り掛かるので、先ほどの陰影はもうほぼ消えてしまうんですけれども、でもご覧のようにうっすらと透けてるのがご覧いただけますでしょうか。通常のメイキング動画ですと、ここはもうちょこっと見せてすぐ次に行ったりとか、倍速にして早回しにする場合があるんですけれども、今回は無駄に時間をかけて通常の速さでじっくりとご覧いただいている感じなんですけれども、大丈夫でしょうか。もうちょっとイライラしてる方もいるんじゃないでしょうか。そんな感じで塗って乾かして陰影をつけて、またホワイトを塗るというような作業を5回から6回繰り返したのがこちらの映像になります。陰影をつけているのは群青色というかブルー系の絵の具を
薄く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 樹脂とお水で溶いて溶いて溶いて薄くもうまるで水彩画のように薄くして色を重ねているところです。最初にうっすらつけた影とかそれらを道しるべに陰影をつけていっているところです。数年経って改めて見ても本当にめんどくさい作業をしてるなっていう感じですね。もっと効率のいい方法もあるんですけれども、やっぱりお迎えされた先で長くお迎えした時のまま楽しんでいただくにはこうやって薄く重ねたりとか時間をかけたりとか丁寧にすることっていうのは無駄なようで無駄じゃないというかそんな感じなんですね。そして次はココホワイトではなくてココホワイトに若干オレンジを足したような肌色を足したような感じでうっすら上から色を重ねています。この子は白い陶器肌というよりもちょっとぬくもりのあるようなサーモンピンクのようなお肌にしたかったので下地も青みがかった白にするよりもちょっと赤みのあるような暖色系の肌にしたいので本当に若干ですけれどもふわっとオレンジ系というかピンク系の肌にしております。それからここも通常のメイキング動画ではちょこっと写すだけなんですけれどもドライヤーをかけているところです。もうここはさすがに飛ばしていいんじゃないって思ったんですけれどもロングバージョンにこだわっているということで、それからなんか場面と場面の展開もいつもよりもスタッフが遊んでいる形になっております。いつもはふわーっと次の画面に変わる感じなんですけれども今回の画面展開はスタッフが思いっきり遊んでいる感じですのでなんか変なものも出てくるかもしれないんですけれどもその辺はお許しくださいませ。こんな感じで画面が大きくなればドライヤーの作業も大変な感じで、そして次の場面展開はまたちょっと漫画のようなちょっとドラえもんに出てきそうな場面展開でしたけど、それからこれは紙やすりをかけているところなんですけれども粒子の細かいすごくいい絵の具を使っててもこうやって塗り重ねてると若干絵の具の粒子がザラつきが目立つことがあるんですね。まあ、それもマチエールになって楽しいんですけれども後の作業のことを考えてちょっとフラットな感じにしたくて紙やすりをって言ってる間になんかまた変な顔の場面展開になってるんですけど、話を紙やすりに戻しますとこの後の作業で細い髪の毛の線を描くときにやっぱり画面がザラついてると筆が引っかかることがあるんですね。その時のためにたまに目の細かいやすりをかけることがあります。画面はひたすら陰影をつけているところです。ココホワイトを塗っては薄い色で陰影をつける、塗ってはつける、塗ってはつけるという地道な地道な作業を何回も何回も繰り返すことによってだんだん顔ができていくんですね。まるで彫刻のように顔を作っていってるっていうよりは掘り起こしているような作業になります。そしてこれがそういう作業をもう10回くらいして赤みに取り掛かっているところです。20号のキャンバスにもうほぼいっぱい顔っていうような作品なので唇とかお鼻もすごく大きいのでそれをこの細い瞑想筆でハッチングで何層も何層も陰影をつけていくっていうのはすごく時間がかかるんですけれども、ここでもココホワイトにちょっとだけオレンジを入れてまた重ねています。そしてこれらの作業をまた10回20回繰り返したところがこちらになります。もう随分顔が出来上がっていってる感じなんですけれども、たまにそこまでやってるのにまた塗り重ねてなんか前のものが無駄になるんじゃないですか、もったいなくないんですかって言われることもあるんですけれども、原画を見ていただいたら分かるんですけれども無駄なようで無駄じゃないというか、最初に塗った色っていうのも最後の最後まで見えてるんですね。ちょうど皆さんの肌を今見てください。皮膚の下にある血管って透けて見えてないですか？青い静脈とかって薄く透けて見えてますよね。そんな感じで最初に塗った陰影とか赤みっていうのは最後まで画面に影響してるんですね。これはどうしても動画とか画面だと伝わりにくいんですけれども、原画を見ると顕著に奥にある色っていうのが浮き出る瞬間っていうのがあったりとか、じっと見つめてると奥にある色が見えることがあるんですね。もう画面はそういう作業をもう何回も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 繰り返したところなんですけれども、そうすることによって表情も微妙な変化が出てくるんですね。重ねてる時の感情でいろいろな表情になったりとか、その子が持ってるような性格とか感情がだんだんできていくような、そんな感じがするんですね。
そしてまたココホワイトにちょこっとだけオレンジを混ぜたものを重ねて、そして赤みをつけていっているところです。この作品は赤みをとてもたくさん入れました。赤みをあまり入れないこともあるんですけれども、この作品は髪を赤くする予定だったので、その髪の毛を赤くした時に肌があまりに白いとコントラストが出すぎるので、赤い髪にも負けない血色をつけたいので、結構この段階だけで見ると、赤くなりすぎじゃないですかって、酔っ払ってるの子供なのにみたいなくらい赤みをどんどん足していってるところです。逆に私は真っ白な肌に異様にほっぺとか鼻のあたりだけ真っ赤な子供を描くこともあるんですけれども、そのコントラストをつけたい時っていうのは生死の表裏をつけたいんですね。生と死、もう血色のない死体のような白い肌にそこだけ何か血が宿ったような、そこだけ生きてるような形を描くことで、生と死っていうのが別々なところに存在してるんじゃなくて、人間が生きてる延長線上同じところに死があるということを表現したいことがあって、そういう時にはもうわざとコントラストを出すように真っ白な肌に真っ赤な血色っていうことをすることもあるんですけれども、今回の場合はもう全体的に赤い作品というか、コントラストをあまりはっきりしたくなかったので赤い血色にして、そしてここはそんな赤い紙を描き始めたところです。今ベースとなるところを描いてますね。このぐらいの太さにしようかな、前髪をこの束にしようかなみたいな形で太い筆で紙の束を描いているところです。さっきお話ししたように生死を表現するときに、たまに作品に安らかに眠ってほしいとか、冥福を表現したりとか、成仏とか、ちょっとそういうようなことを表現することもあるんですけれども、なんでそんな不気味なことを表現するんですか、なんでそんな怖いことを表現するんですか、どうしてそんなネガティブな作品を描くんですかって言われることがあるんですけれども、死ぬことがなぜ不気味になるのか、私はそのことの方が不思議なんですね。どうして死ぬことっていうことをそんなにマイナスに捉える方が多いのかなって。私は自分が死にかけた経験というか、もうこの世からいなくなるような自分の命が消えかけた経験があるんですけれども、死を目前にして初めて生きてることっていうことを考えるきっかけができたんですね。生死をさまよって初めて生きてる実感が湧き上がってきたんですね。死ぬような経験をして初めて生きることとは何なのかっていうことを身に染みて感じたというか、生きることっていうことに対して真摯に向き合うことができたんですね。それが17歳の時でした。その時になぜか不思議と私は絵を描いて生きていこうって、その時から絵を描くことっていうのがもう呼吸と同じというか、私にとったら絵を描く行為が生きてることそのものだったんですね。なので生死を表現するということは私にとったらごく自然なことだったんです。なので私が作品で血液のような赤い色を表現したりとか、目玉を描いたりとか、生死を表現することをなんだか不気味とか怖いって捉える方もいらっしゃるんですけれども、そのこと自体は私は全然嫌ではなくてありがたいなと思ってるんですけれども、絵を見た時に何か感情が湧き上がったら、それは絵だけが持ってる力ではなくて、絵というのは見てる側と描く側が双方が気持ちを通じ合わせるようなものなので、見てる自分にも必ず何かしらの感情があってそう見えてるので、怖いって感じた時はなぜ怖いと感じるのか、そこをもっと突き詰めていただくと、もっとアートっていうのは面白くなるし、そこがアートの面白さじゃないかなって思うんですね。なのでアート作品を見た時に何かしら感情が湧き上がったら、なぜその感情が自分の中にあるのかということを突き詰めて自分と向き合う機会にしてみてください。次の画面はリュウくんです。私たちよりすごいスピードで年齢を重ねるリュウくんなんですけれども、そんなリュウくんにも私はすごく生きることって何なのかなって、死ぬことって何なのかなっていうことをすごく学ばされています。少し前は龍が私より先に死ぬなんていうことをもう絶対に受け入れられないって、龍が亡くなったら私絶対病気になるっていうことを考えてたんですけれども、私たちのそんな考えとは裏腹に、今を一生懸命に生きてる龍を見てると、自分がいかにちっぽけなのか、自分の考えがいかに小さいのか、そういうことをとても考えさせられます。と龍くんの話をしている感じなんですけれども、まだ紙が出来上がりません。この紙を描く作業というのは本当に時間がかかるんですね。最初にすごく太い筆で当たりをつけたら、筆を徐々に細くしていって陰影をつけたりとか線を描いたりしていくんですね。髪の毛の線を引いてる作業というのはもう無心になって修行僧のような、
そんな感情になることがあって、もうこれ瞑想じゃないのって、座禅じゃないのって、ずっと弾いてると手がしびれてくる瞬間があるんですけれども、場所によったら途中でやめられない場合があるんですね。何も考えないで、ただ単にこの線に集中するというか、途中で線が太くならないように一本の細い線をただ描くという、この作業っていうのは大変なんですけれども、私にとったらすごく精神統一にもなってるし、瞑想にもなってるというか、すごく重要な時間になってるんですね。心を無にして、頭を無にして、何もかも無にして一本の線に集中する。集中しすぎてなんか急に気が遠くなって、その場でへたり込んで寝てしまうこともあるんですね。そのくらい髪の毛の作業っていうのはもう本当に大変だけれども大切な時間というような、そんな感じになっているんですけれども、そんな中でも赤い髪の毛っていうのは私にとったらすごくいろいろな思いが込み上げてくるような、そういう作品になります。そしてこれは描いているところのアップなんですけれども、前髪を描いているところです。こんな感じで前髪の影の部分を表現するときは短い線を何本も描いたりすることもあるし、こんな感じでちょっと髪が乱れた部分とかは細い筆をさらにカミソリで削いで、もっともっと細くして描くことがあるんですけれども、この顔のキワキワの髪の線というのがすごく緊張するんですね。ここで一本太くなってしまったら流れがおかしくなるので、顔の近くにある髪の毛は非常に神経を使います。そんな神経を使ったらたまに龍が私を癒してくれます。本当にこの頃は足元でも嫌がって、机に乗せろって言ってずっと私に抱っこをせばんで、こうやって机の上にベッドを乗せて絵の横に来るとちょっとおとなしくなってくれるんですね。そのくらい私のそばがいいっていう感じだったんですけれども、最近はよく上のフロアで一人で寝てることが多い龍くんです。なので私も細切れに上に行って龍の様子を見るようになったので、最近は休憩が多くなった次第でございます。そしてこの作品は口から赤いスタンプが出てる感じの作品で、この後もスタンプで画面の下あたりはもう言葉でうごめいている感じになっていくんですけど、この口から出てる赤いスタンプを血液のように感じる方も何人かいらっしゃったんですけれども、そしてこの作品を最初に発表した個展で通りがかりのお客様がいらっしゃって、この作品をすごく気に入ってくださった方がいらっしゃるんですね。男性の方でもう見た目からザお金持ちっていう感じの年配の方だったんですけど、せっかく綺麗な子なのになんでこんな口からこんなのが出てるんだよ、これが出てなかったら買ってやってもいいんだけどなみたいな感じで上から私に聞こえるようにおっしゃるんですね。そしてギャラリーの方もですよね、やっぱりこれ怖いですよね、私も搬入の時にねそう思ったんですよ、先生よかったこれ書き直してもらえませんって平気で私におっしゃるんですよ、そんなぶしつけな失礼なことを。そして私ももう絶対できないと思いながらも、書き直すってどういうことなんですかっていう感じでもう半笑いで聞いたんですね。そしたらギャラリーの方もそのご夫婦も新たに書き直していただいてもいいし、この作品を上からそこの赤い部分だけ消してもらってもいいんですけどみたいな感じで平気でそんな失礼なことをおっしゃったんですよ。そして私もね怒ってもあれなのでやんわりと断りながら丁重にお断りしてたんですけれども、結局 2,3 時間すごく食い下がられたんですね。その間もずっとこのここが怖いんだよ、ここが気持ち悪いんだよということを言うんですよ。もうだから私も本当にカチンときて、あもう結構ですって、これはこれのコンセプトがあって私はこうやってやってるので、ギャラリーの方もそれが嫌だったら私の個展しなかったらいいんじゃないですかって、私はこういう作品を描く作家なのでこのテーマでこれからも描くので、その無理して持っていただかなくて大丈夫ですって、そしてそういう方に私オーダーで書くつもりないので大変失礼ですけれども、もうお帰りいただいていいですかっていう風な感じで言ってしまって、でまたギャラリーにも怒られたんですけれども、そんな感じでまだまだちょっと修行が足りないような私なんですけれどもね、誰でもいいっていうわけではないので、結局他の作品もっておっしゃったけれども丁重にお断りをした、ちょっと生意気なあの思い出もあるようなそんな作品なんですけれども、でもこの作品は後の個展でこの作品を真から理解してくださる素敵な方のところにお迎えされたので、あちゃんと作品というのは行くべきところが決まってるんだなって、あの方たちのところに行くべきではなかったんだなっていうことを、あお断りしてよかったなってすごく感じたんですね。ギャラリーの方も何言ってるんだろうっていう感じで、ちょっとギャラリーの方ともいろいろ一悶着あったようなそんな感じなんですけれども、本当にね個展をしてたらいろいろなことがあっていろいろな方と巡り合うなって、お金を持ってても下品な方っていらっしゃるんだなっていろいろ勉強させられました。やっぱり日本で活動してると
日本人っていうのは赤い色を見るとどうしても血液っていうだけの見方になったりとか、もっとアートっていうのは多様で自由なのに、もっといろんな発想で見れたらもっと楽しいのにななんて感じることがあるんですね。日本でもアートがもっと日常になって、日本独特のアートの文化が構築されたらどんな世の中になるのかなって想像するのは楽しいんですけれども、アートフェアの時なんていろいろな国籍の方が来るんですけれども、感想ってこんなに違うんだなっていうことをいろんなところで感じるんですね。と言ってる間に画面は瞳のベースを塗っているところです。平筆で大きな瞳を塗ってるんですけれども、もうね顔が大きいので描き応えがあるというか、なんか細部まで描き込めるっていうことをいいことに、ちょっと目の中の光彩というなんかその模様みたいなものをちょっと描いてみようかなって思ってる次第で、大きい目だからこそ描き込める部分があるので、こういう大きな顔を描いた時は目で遊んでしまうことがよくあるんですけど、毎回絵を描いてて私はやっぱり目を描きたいんだなと、目を表現したいんだなっていうことを毎回毎回感じます。でも目だけでは成り立たないので他のものを描いたりするんですけれども、また傍らの竜のショットなんですけれども、こんな感じなんですよ。もうちょっと半分ベッドからはみ出して、今もうナレーション入れてる時はこのベッドは存在しないんですけれども、もう本当にベッドのローテーションっていうのが早くてすぐにボロボロになるので、そんなに高級なものは買わないようにしてるんですけれども、このタイプのベッドが一番リュウは好きみたいで、お顔を乗っけたりとか、こうやって上半身はみ出たりとか、いろんな風に利用しているリュウなんですけれども、この頃よりも今はもう寝てばっかりのリュウなんですけれども、さっきもうほとんど今は上のフロアで寝てばっかりのリュウですってお伝えしたんですけれども、たまに気まぐれで今日はアトリエに行きたいっていう感じでせがむことがあるんですけれども、そんな時はこんな感じで机の上にベッドを置いてるような感じなんですね。もっと若い頃は下にドーム型のベッドを置いてて、そこで寝たりとか足元でおもちゃで一人遊びをしてくれてたりとか、そんな感じだったんですけど、いつの間にやら机の上が指定席になってしまった感じです。年々起きてることがどんどん短くなって、寝てる時間が長くなって、お口も臭くなって、爪を切る時とか歯を磨く時にすごく怒って、どんどんなんか頑固になってるところもあるんですけれども、やっぱり私にとっても作品にとっても大切な存在です。私も制作途中こんな感じで竜を触ったりして、今っていうこの瞬間はもう本当に過ぎ去ったら二度と戻らない瞬間だから、今を大切にしないといけないんだということを竜からすごく教えてもらってるんですね。動物病院の先生からも、15歳からはそれまでよりもすごい速さで時間っていうのが過ぎていくから、ワンちゃんとの時間を大切にしてくださいって、ご飯だけじゃなくってシャンプーとか運動の仕方もこれまでとは全然違うので、よりきめ細やかにちゃんとお世話してあげてくださいっていうふうにいつも細かく教えてくださるんですね。それと同時にもう竜に白内障が見つかったり、歯周病があったり、竜に何かあるたびに私があたふたしてるから、先生からまあお叱りというか諭されたことがあるんですね。年齢というのは誰でも重ねるし、誰でも年を取るし、誰でも老いるって、それをありのままちゃんと受け入れなさいって言われたことがあって、あ、そうだと思って、私は自分自身の老いとか年齢とか性別とか容姿とかそういうものはもう割と受け入れられたと思ってたんですけれども、竜に関しては全然受け入れられてなかったなって、新たな気づきをいただいて先生には本当に感謝してるんですね。目が見えなくなったりとか、耳が聞こえなくなったりとか、だんだんいろいろな衰えがあるっていうことはいきなりのお別れではなくて、僕はもうすぐいなくなるんだよっていうことを教えてくれてるので、そこにも感謝をしながら、この子が生きてることに感謝をして時間を大切にしてくださいって、それからは割と一喜一憂しないようになって、自分のことも竜のことも現実とか身の丈とかそういうことを受け入れて、悲観的にならずに平常心で笑顔で生きていこうって思ったんですね。それでもきっと竜とのお別れの時は普通ではいられないとは思うんですけれども、それよりも何よりも今こうして今日も竜が生きててくれたっていうことにちゃんと感謝をしながら、今という時間を大切にしたいなって思います。ちょっとしばらく竜の話になってしまいましたけれども、画面は目の光彩の後に少しずつ黒目の際にもう少し筋のようなものを足しているところなんですね。全体的に白っぽくなってしまうと光彩の模様というか線があまりはっきりしないので、ところどころこんな感じで見てる方が瞳孔の奥に何かを感じるような
ただの黒い点というか、ただの闇ではなくて、その奥に何かを感じられるような仕掛けを作っているところです。玉虫色や偏光色も使いながら、ちょうどまだレンズが入っていない目の眼球の中身を作っているような、そんな感じの段階なんですね。そしてこの後、色を足すことによって眼球の上にドーム型というかレンズがありますよね。私たちの目にはそのレンズ部分の陰影を今描いているところです。体の他の部分は透けてないし透明でもないんですけれども、目だけはガラスのように透明なので、影のつけ方もお顔とか髪とかよりも違う影のつけ方になるんですね。そこで透明感を表現していくんですけれども、ここにもいろいろな色を使ってあるんですね。ブルー系とかオレンジ系とか紫とか、もちろん黒も使うし茶色も使うしグリーンも使います。ただ混ぜ方によったら、せっかくの透明の目が濁ってしまって死んだ魚のような目になることがあるので、そこだけは注意したいんですね。作品によってはわざと濁らせたような、人間なのか人間じゃないのかって、妖精なのかって表現するときに目の色をわざと濁らせて表現することはあるんですけれども、通常描く目は透明感っていうのがすごく大切になってくるので、先ほど紙を描くときにも緊張するって言いましたけれども、やっぱりもう目で全てが決まってしまうので、目はどこよりも緊張しますし、目を描くためだけに1日開けるようにしてるんですね。他の部分ができて、さあそろそろ目に取り掛かろうとするときに流れで目に行くんじゃなくて、作業をその日一旦そこで終わって、次の日改めて深呼吸をして精神統一をして目に取り掛かるように、目だけはそういうふうに別に描く日を作って精神統一して描くようにしています。今気づいたんですけれども、筆の反対側に顔を描くときにデッサンに使うための人形の首がついてますよね。撮影の場合普通外すんですけれども、全然私気づいてないですよね。忘れておりました。またリュウ君ショットなんですけれども、このメイキング、リュウ君の登場回数多いですよね。中には全然もうリュウが登場しないメイキングもたくさんある中で、なぜかこのメイキングはリュウがたくさん登場しております。メイキングの時はもうスタッフがカメラを固定してつけてくれてるんですね。だいたい今日はここから撮るみたいな感じで、そして私が制作に取り掛かる前にスイッチを押すという感じなんですけれども、ちょっとわざとカメラアングルをリュウにずらしたりしてリュウが映るようにしてることがあるんですけれども、この作品は特にすごくやっぱり時間がかかったので余計なこともその分たくさんしてるというような、そんなメイキングになるんですけれども、まあね、大きいといってもまあ20号なんですね。もうこの私20号というサイズが一番大好きだし、座って描いてても割と全体が見渡せるし描きやすいし、離れてみてもある程度の迫力はあるし、展覧会でもすごく存在感があるし、飾り映えもできるんですね。お迎えした方も割と20号っていうのは大きすぎず小さすぎず、迫力も可愛らしさも全部持ち合わせたような本当に素敵なサイズなので、何かに迷われてる方がいたら20号おすすめすることもあるんですけれども、もちろん他のサイズも全部大好きなんですけれども、20号っていうサイズはなぜか無意識に選んでしまいますというような雑談をしていたら、私が私であるためにが完成いたしました。もうすでにメイキング動画ショートバージョン出しているので、ご覧いただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こんな雑談付きというか裏話付きというか解説付きというか、こういうトーク付きのメイキング映像は久しぶりでしたね。本当にね、トーク付きのメイキング自体も久しぶりだったんですけれども、いかがでしょうか。この子は角度によったら髪がちょっと紫に見えたりオレンジに見えたりするような、ちょっと玉虫色のものを最後にかけてるので、撮影中もなんかこんな感じでちょっと髪が紫に見えたりとか、光の当たり方でオレンジっぽく見えたりとかするんですけれども、ベースに赤い色を使って表面的にいろいろな玉虫色とかちょっとパール系の絵の具を使ってるので、ちょっと魅惑的でもあるし、ミステリアスな何を伝えたいのか、そういう赤い作品になりました。こんな感じで私はたまに赤い子供を描いてるんですけれども、これからもきっと赤い子供っていうのは描き続けると思います。次どんな赤い子供が生まれるのか、また作品ができたらこんな感じでメイキングでもお伝えしたいですし、余裕があったらこんな感じでロングバージョンの雑談付きなんかもまた作っていきたいなって思います。
最後はそんな私が私であるためにで作った万華鏡というかメリーゴーランドというかそんな映像になります。これは映像の上に万華鏡フィルターというものをかけてるんですけれども、ただ作品を撮影したものに万華鏡フィルターをかけてもこんな風にはならないんですね。撮影の時にカメラを絵の上でどういう風に動かすかっていうことでこの万華鏡がどんな絵になるのかっていうことが決まってくるので、私も試行錯誤をしながら絵にカメラを近づけたり離したりぐるぐる回したり斜めに動かしたり時計回りとかもいろいろな感じでカメラを絵の上で動かして撮影して、そして万華鏡フィルターをかけてるんですけれども、せっかくなので万華鏡フィルターを撮るとどういう風に撮影してるのかっていうのをちょっとだけご覧いただけますね。これが万華鏡フィルターのかかってない状態です。こんな感じで絵をぐるぐると、もうこれだけを見ると酔ってしまうような撮影の仕方なんですけれども、こういう風に撮影した上に万華鏡フィルターをかけるとこうなりますという感じで、ちょっと万華鏡映像の裏側も皆さんにご紹介しました。でも私自身万華鏡っていうのはすごく思い入れというか憧れがあるんですね。子供の時に万華鏡欲しいなと思ったことがあるんですけれども、両親が万華鏡は女の子のものだよっていう感じで禁止された思い出があって、多分皆さんよりも万華鏡に対する憧れが子供の時から強かったのかもしれません。そして同時にメリーゴーランドも今まで一回も乗ったことがないんですね。大人になったら大人でまた別の恥ずかしさがあると思うんですけれども、子供の時は遊園地に行ってメリーゴーランド乗りたいって言っても男の子だからダメっていうような感じでお兄ちゃんと一緒にゴーカートに乗せられるんですけれども、もうゴーカート乗せられても何にも面白くないんですね。そんな感じでいつも眺めてるだけだったのがメリーゴーランドで、あのキラキラした感じ、特に夕方周りが暗くなってあそこだけなんか夢の世界のようにキラキラ光ってるようなメリーゴーランドがすごく憧れだったんですね。今の目標は美術館を建ててそのお庭にちっちゃくてもいいのでメリーゴーランドを設置したいなってそんな風に思っております。もし叶うなら家にも一つでもいいので、よくほらデパートの屋上とかで1個だけでこう上下するものあるじゃないですか。あれでもいいんですけれども、一番の憧れはメリーゴーランドの中で特等席と言われる馬車があるじゃないですか。あの馬じゃなくてこう覆われてるようなかぼちゃの馬車じゃないけど、そういうあるじゃないですか。必ず何個かはあるじゃないですか。FRP でできたツルツルの素材の馬車ね、キラキラしてもう想像しただけでもワクワクするような感じなんですけれども、欲しいなって思うくらい今でもメリーゴーランドには憧れがあります。そんな私の憧れの万華鏡とメリーゴーランド、それを合わせ持った映像で締めくくりです。トークはこの辺にしたいと思います。ここから少し私が作ったメリーゴーランド万華鏡映像を見ながらお別れです。こんなに長いトーク付きの雑談付きのメイキング動画にお付き合いいただいたそこのあなたに心から感謝します。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまたココアート高分構造ファーストチャンネルでお会いします。ありがとうございました。